お座りください。かかとを中心前後縦に並べていきます。ずっと背骨伸ばしましょう。夜のオンラインヨガのクラスは、座ったり寝転がったりするポーズメインになっていきます。できる範囲で行ってみてください。では両手を胸の前合わせていきましょう。今から30分ヨガのクラスを始めていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。では手を下に下ろし、少し目を閉じていきましょう。まず全身の力を抜いてリラックスしていきます。ゆっくりと鼻から吸って、鼻から吐く呼吸、意識を置いていきましょう。胸、首、肩周り、柔らかく保ちます。呼吸は細く、長い呼吸です。ゆっくり丁寧に繰り返していきましょう。完全に息を吸い切ってから、完全に息を吐き出していきます。体の内が隅々まで呼吸を巡らせてみてください。首の付け根、肩の付け根、力が入りやすい部分です。緩めていきましょう。背中の真ん中、腰のあたりに意識を置きましょう。重心前のめりになっている方は少し後ろに引いてみてください。おへその下の方に重心が乗っていきます。目を閉じてますが、まっすぐと正面を見ていきましょう。頭の先から手の指先、足先まで意識を巡らせてください。全体を観察していきます。では、両手を胸の前で合わせましょう。親指を胸の中心部に添えてみてください。胸の奥に向かって深く呼吸を巡らせていきましょう。手のひらをこすり合わせ、温めていきます。手のひら温かくなってきたら、その手のひらをそっと閉じたまぶた上です。乗せてください。目の奥裏側までそのぬくもりがじんわり伝わっていきます。続いてその手を気になるところに移動させます。そのまま目でも結構です。頭、首、肩、腰など。今疲れていたり気になるところ、どこでも優しく手を触れてください。深くそこに呼吸を巡らせましょう。はい、手を下に下ろしてください。ゆっくりと目を開けていきます。はい、仰向けに転がりましょう。手足楽に広げていきます。背中がゆったりとさせてください。どこにも力が入らない状態を作っていきます。丁寧に呼吸続けましょう。両膝を外に曲げて、足の裏を真ん中で合わせてください。膝をゆっくりと上げれるところまで上げてみます。足の裏つけたままです。ゆっくりと膝を開いていきましょう。腰が反りやすい方は少し膝を上げていってください。繰り返します。
膝を上げていきます。足の裏つけたままです。あまり上まで上がらないと思います。でゆっくり下ろしましょう。ラスト膝を上げていきます。足の裏つけたままです。はい、膝を開いていきます。お尻を少し浮かしていきましょう。1センチ2センチぐらい、わずかでいいです。軽く浮かしてください。足の裏同士をシャイクします。はい、下ろしましょう。膝を閉じて、両膝を胸の前で抱えていきます。太ももとお腹を引き寄せます。横方向に揺らします。腰周りをほぐします。止まりましょう。両手それぞれの膝頭に置きます。膝を揃えたまま右方向円を描くように小さく回してください。お尻の底の周辺もほぐします。反対に回しましょう。小さく回してください。止まります。両手を左右に大きく広げて手のひら上に向けます。そのまま右下まで膝を倒していきましょう。左手の方向を見ます。左の肩甲骨マットの方に下ろしていってください。ゆがりそうだったら両膝をさらに上の方、胸の方に近づけます。脇の方、胸脇の方に近づけます。腰周り、背中周りが気持ちよく伸びていくのを感じ取りましょう。反対いきます。両膝揃えたまま左に倒しましょう。下まで降ります。目線右手の方を見ましょう。右の肩甲骨マットの方に下ろします。首肩楽にしておいてください。ゆがりそうだったら膝を少し上に引き上げていきます。お腹少し中に引き込みます。はい、戻してください。両手両足を真上に上げます。バタバタと揺らしてください。手首、足首柔らかくします。肘、膝も緩めます。肩、股関節も緩めてください。心臓の方に血液を戻します。止まります。上に上げたまま手と足首を、手首、足首を同時に内側に回しましょう。くるぶしの外側を大きく動かしていきます。反対に回しましょう。くるぶしの内側を動かしていきます。はい、両手だけ下ろしましょう。かかとでお尻の付け根を交互にポンポンと叩いてください。左右方向に動かします。お尻の外の方を内側の方。電車をこぐように回してみてください。逆回転にも回してみてください。はい、左足をマットの方に伸ばします。右膝を胸の方に引き寄せましょう。ぐーっと太ももの中の方に近づけてください。両手を起こします。頭を上げて、顎と膝を近づけます。首の前などをぐっと締めていきましょう。頭を下ろします。足を入れ替えます。左膝を抱えて、右足を伸ばしてください。太もも中の方に引き寄せましょう。肩、力抜いています。上体を起こします。頭、肩、背中を上げて、顎を引いて、膝の方に近づけてください。キープします。はい、頭を下ろしましょう。足伸ばして揃えます。手を組んだままです。両手、手のひら返して、頭の上に上げます。吸います。体の縦長く伸ばしましょう。腰、背中も伸びていきます。
ぐーんと伸びてください。手足が離れていきます。口から吐いて緩めます。もう一度いきましょう。吸います。縦に長く長く伸びてください。足も遠くに、手も遠くに。はい、口から緩めましょう。今度は体、体側を伸ばします。両手を上げて、胸から上を右にずらしてください。両足揃えたままは右にずらします。左斜めを見てください。体 C の文字のようにしていきます。左の腰から、左手首、足首が離れていきます。右のか、左の肩甲骨はマットの方に下ろしていってください。腰が反りやすい方、ぐっとマットの方に近づけていきましょう。反対です。縦に戻して胸から上を左に、両足も左にずらします。右の斜めを見てください。右の肩甲骨を下ろしています。右の腰から手と足が離れていきます。気持ちいいところまで伸ばしていてください。はい、正面戻りてください。両手下に下ろして、脱力、力抜いてください。縦膝にして、右側下で横向きです。両手右側、背中丸くして力抜きましょう。両手ついて起き上がってください。四つん這いになります。では肩幅、少し幅に開いてください。腰骨の下に膝です。肩の下に首で指を均等に開きます。背中を動かしていきます。息吐きながら腰、背中を丸めます。微動作上げて、目線下かおへそのあたり見てください。吸いながらお腹を下げます。頭と後ろ、上に胸の前、喉を開いていきましょう。背中をぐっと力を入れていきます。繰り返します。吐いて腰、背中を丸めます。一本一本の背骨を伸ばしましょう。吸います。お腹を下げて、頭と後ろを上の方向に吐いてください。腰、背中を丸めていきましょう。キープしていきます。吸って、お腹下げます。頭と後ろを上に吐いて丸めていきましょう。手を前にずらします。お尻、膝の上にある位置のまま、胸を下ろしていきます。顎をつくか、おでこをついてみてください。胸の中心、背中の中心の下にぐーっと下ろしていきます。右に少し寄ってください。体重乗せます。反対、左に寄ってください。脇をまた伸ばしていきます。もう一度右に寄ってください。右、左に体重を乗せます。左側に乗ってください。はい、戻して上体を起こします。右足横に一歩出してください。つま先を前に伸ばします。左手、右脇の下に入れて、肩ついて左の頭の上をつきます。右手を左手のひらの上に重ねて、吸って右手を上に上げ、さらに背中の方に向かって開きます。キープしましょう。左膝、肩に体重を乗せています。上の手を回します。外に大きく円を描くように回してください。そのまま後ろに開いていきましょう。一番気持ちよく伸びるところで止まってください。腰のあたりも伸びていきます。はい、ゆっくり戻ってください。四つん這いまで戻ります。反対側いきます。左足横に一歩出してください。右手、左脇の下に入れていきます。左手を右手のひらの上に重ね、吸って上に上げて、背中の方に向かって開いていきましょう。右肩、右膝に体重を乗せます。さらに外に円を描くように回してください。そのまま開いてキープしていきましょう。ピタッと止まります。深く呼吸続けましょう。
はい、ほどいて、足も戻します。チェルドポーズで正座で両手前に、ね、下ろしましょう。お腹圧迫する場合は、膝開いて、その指をくっつけていてください。浮き上がって四つん這いで、左側に少し寄ってください。右足右手の外に出します。両手肩の下に手首を置いてください。で、膝できるだけ後ろに引いて、左のももの前伸ばします。お尻後ろに引いて、膝裏伸ばします。つま先上げれたら上げてください。右膝を曲げて、左のもも前伸ばします。左手肩の下に手首で右手右膝の内側に手を置いて膝を外に開いていきます。小指が上げてください。胸少し左側に寄せて右斜めの方向を見ます。キープしましょう。はい、戻します。足を後ろに戻しましょう。反対です。左に寄ってください。右左足を左手の外に出します。膝の下にかかとです。両手肩の下に手首を置きましょう。前方を見ます。右のももの前、お腹の内側が伸びていくのを感じ取ります。息を吐きながらお尻を後ろに引いて、膝を伸ばします。つま先上げれたら上げてください。吸って左膝曲げて、右のももの前伸ばしましょう。そしたら右手肩の下に手首がある位置で、左膝を外に開いて、手は膝の内側です。胸を少し右に寄せて、左斜め上の方向を見ましょう。胸の中心から引き上げていくようにします。はい、戻します。足を後ろに戻して、四つん這いに戻ってください。上体前で、お尻上げたまま胸を下ろします。さて、起き上がります。向き変えます。マットの真ん中です。立て膝で。右足を横に出します。つま先、膝を外に向けて開いてください。一旦両手、背中で5本の指を組み、肘を伸ばします。そこでキープです。手首上げれるところまで上げてください。両手離して、右手手のひら上で、右ももの上です。左手を高く上げます。吸います。吐きながら右サイドに倒しましょう。パリガーサナモンのポーズです。左斜め上を向いてください。右の肩下げて右の脇を締めます。左の最側均等に伸ばしましょう。呼吸を続けます。吸って起き上がってください。手を下ろして足入れ替えます。左足を横に出します。膝つま先も外です。もう一度背中側で5本の指を組んで肘を伸ばしましょう。上げれるところまで上げてみてください。胸は中心から横に広がっています。手を離して左手手のひら上で、ももの上です。右手高く上げます。吸います。吐きながら左サイドに倒しましょう。右脇の下から上を覗き込みます。首周り柔らかく保ちましょう。はい、吸って上体を起こします。手を下ろして、足も戻し、正座になりましょう。呼吸を整えます。ゆっくりと鼻から吸って、鼻から吐きましょう。両手を頭の上で、肘をつかみます。頭と手を少し押し合う感じです。内ももぎゅーっと閉じていてください。で胸のあたりに意識を置いて大きく吸って吐いてを繰り返しましょう。常に鼻から吸って鼻から吐いています。さらに手の指先を首の方に当ててください。でさらに下の方、持てるところ、触れられるところまで指先を首の下の方に向けてください。肘をぎゅーっと閉じていきます。肩周りに意識を置いて呼吸を繰り返していてください。はい、では手を今度後ろで肘を掴んでください。肘と背中同士をぐーっと押し合っていきます。
腕で背中を押して、背中で腕を押してみてください。肩を横に広げていきましょう。胸を横に広げて、肩先が後ろの方に行きます。そしたら手を少し肘を外にずらして、中指を当てます。で、そのまま手首を上に返して、小指を合わせていきます。いけるところまで上に上げていって、手開いたままでいいです。いけるところでキープして、合わせられたら合掌してみますが、無理なく行ってみてください。内ももキューッと閉じています。手首痛い場合は無理しないでください。呼吸を続けましょう。はい、手をほどいてください。両手膝の方に置きます。では、合席になります。膝を開いて足の裏を合わせてください。両手を組み、足先にかけます。背骨を伸ばしましょう。吸います。足の裏同士、押し合いっこします。そこで少しキープしていてください。ぐーっとかかとと指の付け根を押します。ゆっくりとおへそ胸から前に倒していきましょう。あまり倒さなくてもいいです。もう上体アップしたままの方がよく伸びる場合はその状態でいいです。前に倒した方が腰回り気持ちよく伸びる場合は前に倒してみてください。はい、起き上がります。吸います。はい。そしたら右足を横に開きます。おへそを少し右足の方に向けていきます。左足を右足の内ももに置いてください。両手は今吸います。吐きながら右足の方に向かって手を前に、足首、足の裏を持って吸って胸を上げて吐きながらおへその目から上体前に倒してみましょう。違和感あれば、ボールから少しね、離れてください。無理なく行います。起き上がります。正面向いて、左の足の甲はまっすぐ伸ばします。右の足の親指を上に向けます。右手のひら上で、足の上で吸って左手を上げて吐いて右サイドに倒しましょう。斜めを向いていきます。余力があれば右肘をマットの方に下ろします。もし持てたら、足の指を掴んで手前に引いてみてください。上の手でも掴めたら掴んでもらっても結構です。前のめりになりやすいので、少し後ろの方ですね、上の肘を、上の方でもいいので、後ろに開いていってください。首周りは柔らかく保ちます。吸って上体を起こしましょう。吐いて手を下ろします。反対いきます。左足前で、右足、体、左斜めの方にしましょう。右足の裏をももの内側で、親指は上に上げていてください。両手上げます。吸います。吐きながらおへその根からゆっくりと体前で、足首が足の裏を持ってください。膝曲がってもいいです。吸って、吐いて、ゆっくり前に上体を下ろしましょう。あまり深く行こうとしなくても大丈夫です。呼吸を繰り返してください。起き上がります。今、正面向いてください。みんな足の甲を回します。で、手のひらを上で足の上で吸って、右手を高く上げて、吐いて、サイドに倒しましょう。肘前に下ろせたら下ろしてもらってもいいです。親指も掴めたら、指先掴んでください。上の手でも掴めそうだったら掴みます。少し上体は、後ろの方に置く感じですね。首周り柔らかくします。お尻の付け根に体重しっかり乗ってます。はい、吸って起き上がりましょう。両足開いてみてください。開脚、いけるところまで開いていきましょう。たくさん開かなくて大丈夫です。つま先を上げたり伸ばしたりを繰り返します。両手ももの付け根だったり。ぐーっと上に上げてください。もうこのままでキープでもいいし、手を後ろについてもいいです。腰を伸ばしましょう。余裕があれば両手前、
さらに前へ肘をついてもいいし、両手を前に伸ばしてもいいです。無理ないところで止まってください。親指グッと上に引き上げましょう。ふわーっと呼吸続けてください。では、吸って起き上がりましょう。足をゆっくりと閉じて、少しバタバタさせます。はい、ではシャバーサナ入りましょう。仰向け、寝転がってください。手足楽に広げて目を閉じましょう。終わるとき合図しますので、それまで横たわっていてください。はい、ではゆっくりと手足の指を動かして体の方に意識を戻していきましょう。両膝を立てて右側下で横向きに寝転がってください。背中丸くもう少しリラックスしていきましょう。両手をついて頭最後です。ゆっくり起き上がってきてください。お座りください。はじめのようにお座りください。かかと中心前後に並べます。親指人差し指を結び、残りの3本の指伸ばしてください。目を閉じましょう。もう一度呼吸に意識を戻していきます。初めと今の違い感じ取りましょう。両手や胸の前合わせます。今日こうしてヨガを実践する時間を持てたことを感謝します。以上で本日の夜のオンラインヨガ終了します。ご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上となります。